ステージの、こちらですね、観覧エリアにいらっしゃる方、申し訳ないんですが、日傘はご遠慮ください。後ろのお友達が見えなくなるばかりでなくですね、目をついてしまったりとか怪我の原因になりますので、すみません、こちらにいらっしゃる方は帽子、タオルなどでの、日よけ対策お願いいたします。さあ、ではでは、ここからはこの広島県呉市が誇るご当地キャラクター、呉市の登場です。ではよろしくお願いします。はい、皆さん、はじめまして、こんにちは。はい、たくさんの方々に、ね、集まっていただきましてありがとうございます。今から呉市のステージ始まりますのでね、ぜひとも今手がいてるよという方はですね、この観覧エリアの方に集まっていただきまして、呉市と一緒にこの15分間、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、私はですね、この度キミクレハートのキッズバージョンで、歌のお兄さんに就任いたしました、和樹お兄さんこと吉田和樹と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、クレシと一緒に楽しんで、いきたいと思います。私はですね、クレシ生まれ、クレシ育ち、そして今クレ在住でございます。そんなクレシはですね、昨年7月に起こりました西日本豪雨で甚大な被害を受けました。今もなお、懸命な作業が行われています。そんな中、クレシはですね、もうこの呉市民の元気と笑顔を取り戻すべく最前線で走り続けております。今日はですね、もう本当に広島県外からも集まってくださった皆様、そしてですね、仲間たち、本当にありがとうございます。イベント自体は2日間なんですけども、残り1日しっかりとですね、楽しんでいただきたいと思います。そしてこのイベントを楽しんだ後にはしっかりと呉の街もね、楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひとも、楽しんで帰ってください。よろしくお願いいたします。さあ、呉市、昨日も聞いたんだけど、ちょっと皆さんに質問していきましょうね。昨日に引き続き2日間連続で遊びに来てくれたよって人、手を挙げて。ああ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。楽しんでいらっしゃいますか、クレヨ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日初めてクレに遊びに来たよっていう人、手を挙げて。あ、いらっしゃいますね。ちなみに、うん、どこいった、手を挙げてた人、違うんですね。ちなみにどこですか。初めて来た人、一気にいなくなりましたけど、みんな呉は何回も来たことあるってことでいいですか。ありますか。ありがとうございます。いや、昨日もね、初めて来た方もいらっしゃったんですけども、千葉から来ていたりとか、朝北区から来たりとか、山口から来たりとか、いろいろあったんですけども、なるほどですね、今日は皆さん呉には何度も来ていらっしゃるということで、いいタイミングで会話になりましたね。ありがとうございます。さあ、じゃあ皆さんはですね、このイベントに来ているということは、呉市のことはもちろん知ってるよという人、手を挙げて。はい、ありがとうございます。呉市はですね、もう本当にキレッキレのダンスを踊るんですけども、この度ですね、呉市のオリジナル楽曲ができました。そのオリジナル楽曲を YouTube で見たことあるよっていう人、手を挙げて。あ、すごいすごい、たくさんの方が見てくださってるんですね。ありがとうございます。で、今日はですね、このステージで、昨日はキミクレハートのキッズバージョン披露したんですけども、今日はですね、2日間来てる方も楽しみます、キレキレバージョン、あちらに今待機しておりますダンサーのお二人と一緒にキレキレバージョンをね、皆さんの前で、はい、披露させていただきますのでね、楽しみにしておいてください。今回のこのキミクレハートはですね、今まではカバー曲で、呉市を PR していたんですけども、今回はなんと安室奈美恵さんのヒーローやエグザイル、三浦大知など数多くのアーティストに楽曲提供している今井亮介さんと呉市がタッグを組み、初めてのオリジナルの楽曲ができました。今井亮介さんは実際にこの呉市内を回って、そして呉に泊まってこの楽曲を制作されたんですね。なるほど、本当に呉市のいいところたくさん詰まっている歌となっておりますので、しっかりと歌詞も聴きながら、そしてダンスも楽しんでいただきたいと思います。さあ、それではダンサーのお二人に上がってきていただいてよろしいですか。はい、皆様拍手でお迎えください。さあ、それではですね、早速
日めくれハートのキレキレバージョンお披露したいと思います。それではお願いします。ありがとうございます。さあこのキレキレバージョンはですね、もう本当にかっこいいので、キッズバージョンも私、僕は完璧だという人は、次はこのキレキレバージョンにぜひともですね、挑戦してみてください。かっこよく踊ることができますのでね、よろしくお願いいたします。さあここでですね、なんと今回呉高専の学生の皆さんが呉市のロボットを作ってくれたんですって。ちょっとね、学生の子、あ、来てくれてますね。じゃあ、はい、皆さん拍手でお迎えください。ありがとうございます。じゃあ真ん中に置きましょう。もう前に前に置いてもらって、はい、かわいいこの呉市のロボット、これは動くんですか？今からお辞儀をしようと思います。お辞儀、わかりました、お願いします。おー、かわいい、いいですね。じゃあちょっと呉市ロボットの横並んでもらって、じゃあせーので一緒にお辞儀してもらってもいいですか？せーの。ちょっと遅いですね。あー、いいです、いいです、ありがとうございます。いや、この呉市のロボットすごいですね。あ、ありがとうございます。呉高専の方で呉市の呉市役所の皆さんと協力させて作らせていただきました。ねえ、これどんなところが大変だったですか？そうですね、やっぱダンスがすごいので、呉市はそこを再現しようとしてるんですけど、なかなか難しいですね。そうですよね。ちなみに今どんな動きができるんですか？他には
ラジオ体操が少し遅いんですが、できるので、それを今動画であちらのブースで流しているので、ぜひ見ていただければと思います。そうなんですね。だから皆さんから向かって左手側、あちらの一番奥のブースにクレ構成のブースがありますので、ぜひとも行っていただければこのクレシのロボットがラジオ体操をしているところが見ることができます。ぜひともね、行ってみて、このラジオ体操ね、まあ、本物のクレシも踊ってますけど、一緒にロボットのね踊るところを見ていただきたいと思います。じゃあどうしましょうか、せっかくなので一緒にお写真撮りましょうかね。ね、今から皆さんをバックにお写真撮っていきたいと思いますので、ちょっとお写真、僕はちょっと嫌だよっていう方は、まあ、手を顔の前でキラキラキラってしてもらえれば全然大丈夫なので、はい、じゃあクレシ、この横に来てもらっていいですか、落ちないようにね。はい、じゃあくるって向こうを見てもらって、じゃあ講師のお二人もここに来てもらって、ダンサーのお二人もギュッと真ん中に詰めてもらって、はい、じゃあ皆さんクレシのポーズ、左手が上、右手が下、これで、まあ、ダンスの中の振り付けでもあるんですけど、上手に見たらクーレって見えます。上手に見てください、クーレって見えるので、はい、じゃあ僕のハイクレシでいきますよ、せーの、ハイクレシ、はい、どうでしょうか、大丈夫、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後は向こうの皆さんの方を向いて、せっかくね、あのロボットもいるので、じゃあ最後はみんなで頑張ろうという意味を込めて、頑張ろうクレで終わりたいと思います。せっかくなので、ね、頑張ろうクレって言った後、我々一緒にお辞儀しましょうか、ロボットに合わせていけますか。じゃあ皆さんは大きな声で頑張ろうクレお願いしますね、せーのって言いますね、せーの、頑張ろうクレレイ、はい、今日はありがとうございました。2回目のステージが13時35分から始まる予定ですので、ぜひともそのステージも遊びに行ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。クレシ、そして、お兄さん、そしてダンサーのお二方、クレ構成のお二方、ありがとうございました。ロボットすごいですね、本当に。そしてクレシのキレキレダンスも見れましたけども、はい、実はクレシね、ちょっと聞きたいんですけど、私この前広島だと TSS かなの99人の壁っていう番組に出させていただいたんですけど、見たって方いらっしゃいます？ありがとうございます。クレシのぬいぐるみを抱いてこの格好で出て、クイズ番組なんですけど、ちょっと4回戦で敗退してしまったんですけども、その時に役者の佐藤二朗さんでいらっしゃいますよね。二朗さんのクレシに対する食いつきがすごくてですね、もうすごい人気だったんですよ。スタジオでもスタッフさんとかも、その可愛いですね、どこで売ってるんですかとかっていう風に言ってくれて、もう絶対ね、これから全国にもバリバリ出てくと思うキャラだと思いますので、クレシ民の皆さんしっかり押していきましょう。で、ちょっとラムネの紹介していいですか。はい、この後なんですけども、12時25分からですね、こちらのステージでラムネ早飲み大会を開催いたします。で、すでに出場者を募集しておりまして、出場者の皆さん、ここにね並んでいただくようになるんですけども、お子さん、子どもさんが50名、そして大人が30名、こちらでですね、ラムネ早飲み大会に挑戦してくださる方を募集しますので、もしよろしければご参加ください。お子さんとかね、あとご両親の方とか、保護者の方、皆さんぜひこちらの方にお集まりください。なんだったらね、キャラのアテンドやってるよっていう方とか、キャラさんはちょっと参加できないかもしれないけども、ぜひ、ステージの右側までお集まりください。お待ちしております。かなり参加できます。子ども50名、大人30名になります。さあ、それではですね、続きまして。